なんか立憲民主党の森裕子議員の国会での発言が物議を醸してるみたい。ではちょっと森裕子議員の国会での発言を見てみて。 MI2 北にワクチン提供しろ。立憲民主党森裕子、ワクチン余ってる、北朝鮮に提供する。茂木敏充外務大臣、北朝鮮は感染者出てない、ワクチン欲しいと国際社会に示してない。森裕子、そんな評論家みたいな答弁求めてない、ワクチンを提供しますってメッセージ出せばいいじゃないか。この人何言ってんの。余ってるわけだから、ワクチンをこれだけ余ってるんですよ。まあいろいろ説明はわかります。しかし3億6千万回分お金を払って確保していることは事実なんですよ。それを提供する、まあ、コバックス査察があるから嫌だって言って北朝鮮は拒否して結局手に入れてないみたいですけれども、それぐらいのことで日本の本気度を見せたらどうですか。できることは全てやるんでしょ。それを聞いてるんですよ。残念ですね。全然本気度が感じられない。本当に最重要課題なんですか。で、茂木大臣、茂木大臣の北朝鮮側のカウンターパートっていうのはどなたですか。茂木外務大臣。北朝鮮側とはさまざまなやり取りをやっておりますが、まさにこれから交渉を行うところでありまして、外務省を含めて、誰がどのレベルで、交渉しているということについては、答弁を控えさせていただきたいと思いますが、先ほどのことで申し上げると、北朝鮮自身はですね、コロナの感染者出ていないと言ってるわけですよ。そして現在ワクチンが欲しいということも国際社会に示していない中でどうするかという対応にはなってくると思います。森裕子君。いや、そんな評論家みたいな答弁求めてるわけじゃないんですよ。日本としてどうするのかって聞いてるんです。ワクチンを提供しますとメッセージを出せばいいじゃないですか。本当この人何言ってんのって感じだよね。だって北朝鮮ってこれまで日本に何をやってきた。北朝鮮は日本に対し拉致にミサイルにやりたい放題やってきたでしょ。そんな問題山積の日朝関係の中、余ってるワクチンを北朝鮮に提供する、なんでそんな思考になるの。森議員からすれば拉致問題やミサイル問題は小さな問題だってこと。そもそも茂木大臣の言うように北朝鮮は新型コロナ感染者は一人も出ていないと公式に発表してるんだから、その時点で森議員の主張は破綻してるでしょ。ほんと信じられないんだけど。ネットでもどうすんだこれ、感染者ゼロの国にワクチン、わら、何が目的の発言なのよ。意味不明すぎるぞ。拉致は犯罪という意識ゼロだな。立憲はほんと終わったな。スパイが全く隠す気がない平和な国、隠す気なしククククククク、これ立憲の公式見解なのか、狂ってる、などなどみんなドン引き状態。立憲民主党は一体どこを見て政治をしているの。明らかに日本を見て政治をしてないよね。多くの国民にはそのようにしか映っていないと思う。とにかく立憲民主党枝野代表、最近の立憲民主党議員の様々な問題発言に対し、党の代表としてしっかりとした見解を述べていただけませんか。そして立憲民主党議員のあまりにも度が過ぎた発言が続いているので、やはりここで議員に対しガツンとカツを入れるべきだと思う。そうしないと立憲民主党議員がまたおかしな発言を繰り出しちゃう可能性だってあると思うから、枝野代表、ぜひとも議員の引き締めのほどよろしくお願いします。